できた人だけが次の A の3に進むんです。そういうことか。この番組はどうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノーリーさん、マホンでございます。今私、九州大学のミックスボイス超スペシャリストのリー先生と、コラボ動画をね上げさせていただいてるわけでございますけれども、いよいよね去年かミックスボイスを丸裸にするね動画をね投げさせていただいてるんですけども、それのいよいよ続きというか実践編というか、もうガチ有料級のね動画になるかと思いますね。あのミックスボイスにね必要なエッセンスっていうのが非常にわかりやすく詰め込まれた動画になってると思うので、ぜひ最後までご覧いただきたいところでございます。というわけでね、このチャンネルでは日々音楽関係のお話、発声関係の話、いろいろしておりますので、チャンネル登録またお済みでない方ぜひよろしくお願いします。あとね、これからご登場いただくリー先生と僕ね、こう SNS もやっておりますので、Twitter の方ねぜひフォローよろしくお願いします。発声関係のツイートなんかもしてますからね。ということでね、また今日も一歩ミックスボイスに皆さんと一緒に近づいていきたいと思います。どうぞご覧ください。はい、皆さんどうもこんにちは、デスノリーさん、マホンでございます。九州大学の人工科と、はい、あと歌唱研究やってます、リーと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回から今回のまとめて文じゃなくて1年ぐらい前のやつあるじゃないですか、あそこであの、まあ、先生のまあ専門の一つであるそのミックスボイスに関する動画をあのアップロードしたら、まあ反響があったと。なるほど。というかおさらいというか、要約で言うと、このミックスボイスを作るにあたって、大切なその地声の出し方というか、その基礎となるその基礎のね、土台の話しました。礎の話を。ここが大事だよっていう話を。っていうね、お話をしたんですけど、今回のその続きなんですよ、まさに。その地声に必要な要素の一つとして、判断基準の一つとして、その、まあ、倍音。倍音ね。耳から入る情報として、倍音が大事ですよってお話なんですよね。しましたね。それの今度は、それどうやって作るんですかっていう。まあ、そこですよね。結局ね。別にその、いい音と条件というところをお話ししたと思うんですけど。ありがとうございます。倍音というのがとても大切ですよということを言ったと思うんですけど。ありがとうございます。じゃあその倍音をどう作っていくんですかっていうところですよね。はいはい、そうなんですよね。これに関してご説明をすると、もう多種多様のね、トレーニングがあります。はあはあはあ。で、実は、これ一つのメソッドで語るのは僕は危険だと思っていて、なぜならば、その声帯もそれぞれ違うしね、そしてその声帯も何より使い方と使わってきた方法だったり、その人のその弱点だったりね、違いますね。習慣や癖だったりとか、その、千差万別というか、そうですね。もうみんな一人一人違うので、何か一つのやり方がはまり込むっていうことは絶対にないんですよ。はいはいはい。だけどね、そう、もうね、だけども。だけども聞きたいってみんな言って、おっしゃっててね。そうですね。しかもこう、オンラインのね、レッスンをしてほしいっていう方も結構、まあね、いろいろ、僕リクエストいただくことが多くて、で、残念ながらちょっとオンラインレッスンまでちょっと手が回りきらないというかね、そうですね。やっぱりその他のやるべきこともいっぱいある中でね。そうですね。なんで今はその、オンラインというかもうフェイストゥフェイスでね、やらせてもらってるんですけど、だったらね、それこそ有料級かもしれないけど、公開してやろうかな。それで皆さんが喜んでくれるんだったら、それで無料のオンライントレーニングになるわけ。やばい。やっちゃおうかなと。ホスピタリティ。どうやったら、その、高い音でも倍音を作っていくんだろうって。なるほど、そういうことですよね。いい声をね、作っていくんだってことです。高い音で倍音を作っていく作業っていうか、その倍音を作ること自体がですね、どういうことかというと、これは、声帯を使っていくっていうこの認識を皆さん持つことなんですよ。なるほど。声帯をこう、合わせていくっていう。はい。使っていくっていう。この作業をしなきゃいけない。これはまあ、筋トレにも似た作業なんですよ。そうですよね。はい。なので、やっぱりトレーニングなわけだ。で、今日ね、何をお話しするかというと、皆さんもね、多分、言葉はね、聞いたことあるかもしれないけれども、リップロールというやつですよね。よく聞いたことありますよね。僕もあります。はい。はい。で、まあ、あ、それはもう知ってるから見なくていいやと思って、スキップしちゃダメなんですよ。もうめちゃくちゃ大事なことなんですけど、そうなんですよね、主にこれリップトリルっていうふうによく言うんですけども、いわゆる唇をねこうブルブルブルっとさせていきますよね、はいします。でこれですね、これに限らずですけども、あらゆるトレーニング全てそうなんですが、間違ったことをやると逆効果なんですよってことなんですよ。そうですよね。結構歌手の方にも多いんですけれども、僕のところにねトレーニングで来て高い声が出ないとか出しやすくなりたいっていうふうに来られてて、このリップロールをやり込んでて、しかも間違った方法でやって調子崩してる人って結構いるんですよ。なるほど。僕はねこの発声というのはスポーツだと思っているわけなので、なので、スポーツ選手というのは、トレーニングをするときに、それが何の効果があるものかというものに対して突き詰めてるわけじゃないですか。なるほど。なので歌手もね、そのトレーニングするときにはこれが何の効果を生むんだろうってことはやっぱり理解しないといけないし、そうですね、それを意識して鍛えるか鍛えないかでこれ結果が変わるんですよ。なるほど。
わかります。わかりますよ。はい、リップトリルが、これ何のためにやるのかっていうことを明確にするべきなんですよ、ね。まあそこをリンクさせないといけない。やる前に。なんとなくやってませんかってことなんです。ああ、そうですね。なんとなくやるトレーニングって絶対ダメだと思いますね。痛い。耳が痛いっすよ。だからデスボイスで、うん、なんとなく歪ませようって一番ダメですよ。ダメですね。最悪です。喉絶対潰せよ。あ、潰しますね。で、まずね、まあ一番よく言われていることで言うと、はい、これはリラックス効果ですよね。はい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 。まあ、喉をリラックスさせていきますよ。聞いたことあります。はい、まあ、そういう意味ではいいわけですよ。リラックスしていきます。こうね、ただね、うん、まあ、今回皆さん、この動画の趣旨でもあるところを、ミックスボイスを作っていきたいわけですよ。そうなんですよ。そっちにつなげたいんですよ。そう。はい、だとすれば、はい、リラックスだけが目的ではダメだと。確かにですよ。そういうことですね。ね、はあはあ、リラックスして声が出るほど甘くはないわけですよね。そうですね、使うとこは使わないといけないわけです。そういうことですね。オンはオンにしないといけないんですよね。そういうことです。オフだけ送って。オフも大事なんだけども、うん、オフめちゃくちゃ大事なんですよ。大事なんですけど、オンはオンなんですよ。そういうことですよね。じゃあ何がオンなのかっていう話です。なるほど。何なんでしょう、うん、あ、僕ですか、言っちゃっていいですか。同時にいきますか。じゃあいきます。せーの声帯。よしよし、セーフ。合ってた。声帯を使っていこうってことなんですよ、ね、そうですよね、うん、はいはい、よかったですね。よかったです、よかったです、よかったです。メンツが保たれましたけどね。はい、例えばですよ、はい、まあこれ皆さん、よくあるちょっと悪い例というか、ね、はい、からいくと、はい、まあその特にこのミックスボイスを作るトレーニングの上でですよ。なるほど。そういう目的での上で、うん、はい、そうすると多くの方がね、はい、プルーってやるんですよ。あら、あれ、これやってませんか。これダメなんですか。これこれは、うん、リップトリルというか、はい、これは唇ブルブル運動です。唇をブルブルさせて歌が上手くなることないんですよ。なるほど。そう思いませんか。唇ブルブルが目的になってる。なんて、そういうことなんですよ。みんな唇をブルブルさせに来てる。これあくまで、はい、要するに発声を延長線上に捉えていかなきゃいけないものなんで。なるほど。発声ができた上での唇が、要するにね、トリルしていきたいっていうこと。結果なんですよ、ここ。そう、そういうことなんです。なので、はい、声帯をきちんと使っていきたい、はい、なので、プーっていうのは、なるほど、この口周りにですね、いっぱい筋肉を使って、こう、ビューって、こう、ってこう、力入ってましたね、ここね。確かに。力入ってやってね。やってます。で、声帯がどうなってるかっていうと、はい、ダダ漏れでね、この息をいっぱい使って、もう、おっせおせのおせになってる。プーって。これが、でもかなりいらっしゃるんで。まあ、よく見ますな。やめましょうってことです。ううもちろんね、その本番前にリラックスをしたってね、ブーっていう、こういったものであれば、もうリラックス効果でいいんですよ。なぜその唇もね、振動させると、うん、いいのかっていうのには、はいはい、確かに理屈があってね、はい、それを分かっておいてほしいんですが、分かっておいてほしいんですが、まあ、これね、こう説明するとめちゃくちゃ、これ科学がね、深いので、8時間の動画なんです。これはね、これ簡単に言いましょう。はいはい、ぜひ。この一連のですね、トレーニングっていうものを、実は総称して、はい、セミオクルテッドボーカルトラクテクササイズっていう名前があるんですが、まあ略して、SOVT っていうんですね。まあ SOVT ってエクササイズです。はいはい、まあそういうトレーニングの一種なわけですよ。はい、で、これらのこのトレーニング群がですね、一体どういう役割があるかっていうことを、に関して言うと、はい、まあ簡単に言うとですよ、はい、声帯のこの振動をね、はい、接触も含めてですね、はい、最適化するというか、まあ、こういうイメージで捉えていくといいんですよ、ね。なるほど、なるほど。なので、まあ、補助輪みたいなところ。まあ、はい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 、僕は言うと、最初この、自転車に乗るときに、まあ、乗れないですよね。そうですね。この、だからそのバランスがとても必要になって、はいはい、で、それに対して補助輪をつけてあげると、はい、まあ、乗れるようになるじゃないですか。はい、最初は。まあ、このような補助輪の役割を持っているんだよということです。なるほどですね。なので、はい、例えば、高音というね、あの未知のところに行くにあたって、この補助輪があるとないとでは行きやすさが変わってくるよねっていうことです。なるほど。それでは、実践やってみましょうか。はい、お願いします。で、ふ、はい、ーってやってしまうの。これがダメなわけですよね。ね、だから、うん、おすすめはね、口角のところにですね、はい、軽く、この、お指を添えてあげて、で、この、持ち上げてやるわけですよね、この、はい、唇を。ぐっと、この端と端だけこう支えてあげる。なるほど。で、唇は、軽く接触しておく状態ですね。はいはいはい。こう、くっと支えてあげるってことですね。で、二つ目かな。はい。まあ、脱力しましょうということですね、要するに。今のと繋がるわけですね。そうそう。だからまあ余分な力をこう入れちゃいけないので、うん、で、リップロールをやりたいがために変な力が入れるっていうのはこれ絶対 NG なんですよ。なるほど、なるほど。あくまで発生してる時の延長線上に捉えていってほしいよ。ああ、はいはい、はい。うん、だこれすごく重要なポイントなので、うん、脱力をしてくださいということですね。オッケーです。三つ目とかあるんですか？三つ目。三、はい、つ目はその、実際声を出していくことになるんですけども。あ、はい、もうここから、はい、ここから、はい。母音としては、こう、うん、のつもりで言うのがおすすめです。
なるほど。まあ、ウレ苦手な人とかは、ブとかね。はい。あの、死因のね、ビを。あ、そういうことですね。なかなかこのリップロールってやっぱ苦手な方がいて、うん、まあ、できないことに悩むこともあるので、はい、まあ、そういった死因を工夫してみると、うまくいくこともあると。僕、トゥとかでやったりしますけどね。うんうん。そういうふうに死因を変えてみて、うまくいく。それでいいわけだから。そういうことですね。うん、きっかけをなんか、死因で作るということですね。なので、まあ、おすすめとしては、うん、ブ、ブ、プ、トゥ、ここら辺をね、ご利用してもらうといいんじゃないかなと思いますね。おー、そういうことですね。はい。はい、そして、はい、まあ、最後っていうかね、はいはい、あの一番重要なことなんですけれども、息を漏らしすぎないことです。なるほど。うん。要するに声帯を使っていかなきゃいけないんで、はい、息漏れ漏れで、おせおせに、はい、プーッってやるのは絶対ダメなんですよ。なので、倍音が声帯で作られているかどうか、要するに、まあ、倍音という言葉にね、こだわりすぎてほしくないんですけれども、はい、いい音が出ているかっていうことなんですよね。なるほど。艶やかな。そう。だってなぜならば、これは声を出すトレーニングなわけだから、はい、声が出ていなければ意味がないんですよ。そういうことですね。そう。なので、声帯がきちんと使っていて、そしていい音が出ているかということを、ちゃんとチェックする必要がある。なるほど。これはもう耳の良さなんですよ。なるほど、なるほど。うん、これが自分に自信がない方は、必ずボイストレーニングをね、信頼ができるトレーナーのもとでチェックして買ってください、これはね。監督をつけてください。うんうん、じゃあもう、こっからはもう声を実際出していくっていうことになっていくと思うんですけど。でね、うんうん、でこれも前回の動画でお話ししたと思うんですけれども、はい、男性ならね、G の3、そして女性ならね、B の3、C の4あたりからスタートしてもらうと、はいはい、まあ、一番楽に、ね、発生できるところなのかなというふうに思います。はい、試しにじゃあ男性の G の3やってみましょうか。はい、僕もちょっとじゃあやってみていいですか。そうですね、一緒に。まず最初ね、ここ。手を、はい、指を添えたような形で、で、力抜きますよね。ここに預けてますよ。首周りがね、こう肩周りに力抜いた状態で、うん、で、母音のうを、はい、ぶをね、使っていきながら、で、声帯をこうピタッと閉じるイメージでね、うん、要するに、まあ、地声感覚で声を出していく、はい。そういうことですね。やってみますと、はい。これです。ちょっとやってみますか、ね。はい、やってみましょう。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。これでも地味なことなんですけど、うん、不なんですよね。そうなんですよね。この最初のファーストステップは本当に土台なので皆さん大事なので、うん、まああまり自己判断するのは良くないんですが、うんうん、まあ自信持ってね、楽でいい声が出てればそれでいいので、そうですよね。音楽ということですね。そういうことです。まあ女性のところで言うと、まあ、C の4ですね。はい。になります。なるほどなるほど。女性ならここでやりましょう。そういうことですね。で、はい、結局、はい、みんな G の3や C を読んで止まりたくないわけですよね。もちろん。もっと高い声も出したいわけです。もうすぐ上行きたい。そう。A 4出したいみたいな。焦らないでください。申し訳ございません、はい。前も言ったんですけど、やり方は2つあるんですよ。はい。1つは、はい、半音ずつ上がっていく。あ、はい。要するに G の3からスタートしたら、はい、次これがうまくできたんだったら、G の3シャープに行けるんですよ。はい、はい。初めてね。権利が得られる。権利なんですよ。G の3シャープ、G の3に、できた人だけが G の3シャープに進んでいく。すげえ。はい。ね。はい。ブルルルルルルルできた人だけが次の A の3に進むんです。そういうことか。なるほどなるほど。A の3で、はい、例えば、はい、失敗しますよ、ね。はいはいはい。失敗した人は G の3シャープに戻らない。なあ。そういうゲーム。そういうゲームです。RPG のダンジョンとして。レベル上げないといけない。そう。そういうことなんです。倒されちゃうから。次のボス強かったら倒されちゃうから。そういうことです。発生ってのはそういうことなんです。発生そうなんですね。全部そうなんですね。そう。はい。で、確かに確かに。ある程度できるようになると、うん、これがまあ、つなげていくタスクが必要になってくるんですが、おすすめはね、音程のグラデーションですね。ほう。うん。だから、G の3からスタートしましょうか。はい。ブルルルル。こっから、ブルルルルルルル。お。行って帰ってくる。なるほど。これをやりましょう。ブルルルルルルル。こういうふうに。お。この時ポイントが1個あって、で、高い音というのは危険地帯ですよね。発生からしたら。危険地帯です。それは未知の領域じゃないですか。力入っちゃうやつって。そこに行くときは、やっぱり危険を伴うので、はい、行って、すぐ帰ってくる。なるほど、うん。1個目の宝箱取って帰ってこいって。そういうことです。モンスターと会うと危ないから。強い武器だけど。そういうことなんですよ。取って帰ってこいって。だから、レベルアップのためにやっているんだから。そういうことです。そこで長く留まっちゃった。おー、RPG だ。発生というのは基本所作の連続なんですよ。そうですよね。はい、てか、それが一番早いっていう。そうなんですよ。いや、僕らもお互いこうトレーニングし合ってそうですね、はい、焦ってないですもんね。まあ、そう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 。3年後とか5年後とかこのぐらいのスパンを見通すじゃん。そう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 、ね、最後にもう一個ちょっと言っておきますけど、はい、まあちょっと言ったことでもあるけれども、はい、リッ
ップトリルは絶対にできなくてもいいものです。要するに苦手な人もいると思うんですよ、はいはい、だからそれができないからもうダメだと思っちゃダメだという、はい、なるほどなるほど。これあくまで補助輪なの で、はい、でじゃあ実際僕がねどのぐらいこれ、うん、あの生徒さんっていうかね、うん、あの患者さん含めてこうトレーニングするかっていうと全員やってないです。それやっぱ得意不得意もあるし、そうです、ね、誘導のしやすさもあるわけだから、ありますよね、これが絶対に必要なわけじゃないってことだけは覚えてほしいね。まあでもねボイストレーナーさんも見てると思うんで、はい、これはぜひ参考にしてもらいたいなと思います。いや素晴らしいですね。はい、ということで、ついに、明かされた、前回のその倍音ですね。声の倍音の作り方っていうところに、今回フォーカスして、その、まあ、数ある方法の中、そうですね、まあ、ここによって違うし、フィットするかは分からないけれども、うん、まあ、一個のね、貴重な方法というか、そうですね、大きな武器になるんじゃないかなと思いますけどね。勉強になりましたね。結局ね、声帯を使っていこうってことなんですよ。いや、そういうことですよね。声帯を使うことで、倍音は出るから。他の方法ないです。ないですね。ない。実は、この方法だけじゃない方法も実はあるって巷では噂がありまして、なるほど、それをなんか実はこの後動画としてアップされちゃうかもしれないみたいな噂が実はやっちゃいますか、あるみたいですよ。やっちゃいますか。それ気になる方はですね、ぜひ今回の動画良かったなと思った人も含めてチャンネル登録とか高評価とかねしていただければなと思います、はい、あとは先生ツイッターやってらっしゃいますもんね。はい、そうですね、うん、あと YouTube も最近始められたんで、はい、はい、ぜひ登録フォロー、僕もツイッターやってるんで、フォローの方よろしくお願いします、うん、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。